ボディパーツピースバラマークよ、始まりました。今日はですね、3月29日月曜です。おはようございます。残すところですね、あと月火水、うん、この3日間終わったらですね、もう4月ですね。ピカピカの1年生ですね。ああ4月かみたいな。いやー、4月の1日が、僕がね YouTube を始めた去年の4月1日が始めた日なんで、ちょうどですねあと3回で、1年間毎日配信が、できたっていうね、めでてぃみたいな感じの日ですね。いやー、今年というよりも、まあ去年、ほぼほぼ去年、1年ね、できたっていうのはね、YouTube できたっていうのはね、ほんと感謝っす。そしてね、編集してくれてるツル、マジ感謝です。そしてですね、まあ、多くのみんながね、見てくれて、いいねボタンとか、バッドボタンとかコメントとかくれてる皆さん、本当に感謝です。ありがとうございます。で、まあみんながいるから続けられたわけだし、俺もですね、本当1年前とはね、見栄えが違うね、映えがね、うん。なんで1年間ねやってこれたことをいろいろ話してきたけど、本当に紙とねペンを持って、あ、こいつ一瞬でもいいこと言ったみたいな、そういう時だけはね、まあ紙に書いて、それをね、実行に移すと。まあ昨日話した、本当種の話なんですよね、僕が言ってるのは。で、まあ種の話をして、で、行動に移すって。種っていうのは、持っててもあんまり意味ないんですよ。行動に移さなきゃね。うん。ちゃんと水をやらないと芽は出ないし。うん。だからそういったことを、いっぱいいっぱい言えたのかな、みたいな。ほんとね、買ってよかったものとか、うん、エアポッツとかね、あれすげえいいよね。で、みんなも俺の動画とか聞いてくれてるのは、なんだろうな、テレビの前で面と向き合ってとか、そうじゃないと思うんだよね。なんかしながら、うん、だから音声としてね、聞いてる人が多いんじゃないかなって。そういった時にエアポッツは、俺の動画とか、まあ流しで聞きながら自分の仕事、作業したりとか、お料理作ったりとか、うん、風呂掃除したりとか、うん、子供の面倒を見たりとか、うん、何でもできるんでね、エアポッツはマジで、ほんと買った方がいいと思います。うん、あれは2万以上の価値があるね。まあ途中ね、右ポッツがなくなって、お騒がせしましたけど、まあ、なくて、まあ、買い直したんだけどね。だけど、あれは必要ですよ。はい。で、今日は、朝からね、サッカーの練習をしてたんですよね。朝練っていう Facebook のやつ。で、明日もあるんでね。で、明日もやっちゃおうかな、みたいな。で、ちなみに昨日も、サッカーの公式戦があって、で、1試合フルで出てきたんだけど、いや、まあ、ボランチというかね、アンカー、ボランチの下というかね、ディフェンシブなところをやってたんだけど、まあ全然できなかったね。うん。で、31日の水曜はドラム会やっぱお休みなんですけど、どうしようかなと思って、なんか俺やろうかなと思ってて、31日はドラム会やっぱやる予定です、今のところ、今この瞬間的に。うん。で、まあ YouTube 見てくれてる人とか、1年間お疲れ様みたいな感じで遊びに来てくれたら嬉しいかな、みたいな思ってます。で、今日サッカーやってて思ったんだけど、なんだろう、俺が一番好きだし得意とするところはプシュタなんだよね。プシュタ、トップ下だね。うん。ゲームを最終的にラストパス出すところだったり、得点に絡む、ところだったり、まあそうだな、一番最初フォワードがディフェンス入って、その出たところを潰しに行くとか、うん、まあそこを大好きでよくやってたんだけど、まあチームのみんなに迷惑をかけないというかね、ディフェンスのところでまあボールをね、ロスト失っちゃうようなことがあると、まあ一気にピンチになっちゃうんで、まあ、そういった部分ではみんなに迷惑かけない前目みたいなところでトップしてやってましたけど、やっぱりね、朝練っていうだけあって練習なんですよ。うん。まあ公式戦ではないんで、でみんな各々ね、いろいろなバイブスでね、
来てる人いると思うんですよね。まあやっぱり白チーム対黒チームで戦うんだけど、やっぱり負けたくねえなみたいな、うん、そこにこだわってる人もいるし、うん、自分のいつも左サイドバックをやる人がいて、まあ、その人は自分の仕事を全うしようみたいな、うん、そういう人もいるんだけど、だから俺はだいたい1日3本から4本ゲームをやれると。そうなった時にボランチもできなきゃいけないし、やらないといけないと思うし、センターバックもやらないといけないし、右サイドのウイングだったりワントップだったり、いろいろなところを練習でやっていくことが必要なんじゃないですかっていう話なんですよね。まあいろいろな仕事でね、会社入ってさ、これだけっていうな、スペシャリストみたいなのもあるんだけど、だけど職人じゃねえんだから、うん、まあ飲食業もそうなんだけど、まあ今から職人になろうっていうね、うん、そこの道を極めたいっていう人はちょっとまた違うのかもしれない。俺はみんなこんぐらいはできるでしょっていうラインで飲食店をやってるし、立ち飲み屋もとんかつ屋も俺と兄弟と鶴でこの3人でうまく回し合ってやっていけばいいんじゃないですかっていう形作りをしてて、だからみんながとんかつ屋もできるし、とんかつを揚げることがうまく揚げることもできるし、ドラム缶ヤッホーでみんなを楽しませる立ち飲み屋もできるしっていう、これをねやっぱり全員が全員共有していかないといけないんじゃないかな。だから今俺はね、最近その朝練ではボランチを練習してるんですよ。ボランチ、うん、何なんだよボランチみたいな。でまあその練習に行くまでに頭の中の練習イメージトレーニングとかを YouTube とか見てやってんだけど、それがまたまあまあ面白いんだよね。あ、そういうことかみたいな、知らないことばっかで、うん、だから今俺はボランチの種を持ったみたいな、所持した。でこれがいつ咲くかわからないけど、 YouTube 見てすごい勉強するとか、だからまあ本当プロの試合もそうだし、ヴァンフォーレの試合も見ながら、あ、こういうことかっていうのをどん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 学んで、で行動に移して、練習どんどん参加して、ボランチどんどん回数増やしてやっていけば、もしかしたらこれが咲くかもしれない、うん、っていうようにね、どん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 やっちゃう、とにかくやっちゃう、うん、いろいろなポジションをやる。あ、そうした時にやっぱり今までやってなかったところをやった時に、あ、そういうことだったのかと気づくんだよね、うん、あ、さあみたいな、あ、あーってやつ、これがね、会社とかでもあるから、本当に俺は営業しかやらないとか、うん、そうじゃなくて、俺はなんか計算しかしないとか、そんじゃなくてさ、営業もできて計算もできた方がやっぱいいだよ。やっぱユーティリティにさ行きたいなみたいな。だけど結果ね、サッカーとかでも勝つためのものだから、自分一人の勝負じゃない、うん、会社も。だからそこはチームのために、勝つためにはどうすりゃいいのっていうのを常に常に考えてれば、その仕事、新しい仕事、うん、どん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 挑戦できるんじゃないかなってめちゃめちゃ思ってます。なんでみんなもね、本当に種を持つ、うん、いろいろやりてえなって、やりてえなって種を持つ。でくれぐれもね、この種をね3万円で買ってくれたらあなた彼女できますよとか、そういうね、出会い系とかね、うん、あるんだけど、そういうのはちょっと難しいかな。そういったそういったお金をかけるんじゃなくて、それでさ、じゃあ3万円払ったんだけど彼女できねえじゃねえかっつったって、それは頼りすぎなんだし、その種は咲かないよね。それ自分やっぱ頑張んないと。やっぱね、この日本は
間違いなく頑張ったやつとか本当に行動を起こしたやつがのし上がるシステムになってる、マジで。で、頑張ってるやつを応援したくなる人とかって世の中にすげえいる、この日本には。うん、あんまりその頑張ってるやつうぜえうぜえっていう感じじゃないんだよね。頑張ってるやつ見たら、あの人はすごいなって、やばい俺にはできないけどみたいな、うん、やっぱあの人やってるから努力してるからあそこまで行くんだよねみたいな、そんな感じだからさ、もうやるだけやっちゃおうぜみたいな、うん、だからもう本当収穫は毎月だよ、本当にいろいろな、あれそろそろ収穫できそうだなとかだ、うん、そんな感じで動いてるよね。で4月にはね、あれだよ、本当、まあ去年からずっと巻き続けてたんだけど、種をまいてたんで、ちょっとコンサルでね、俺のこと入れてくれませんかと。で沖縄だったら、あそう4月に沖縄行くんだけど、まあ1月とかがは群馬行ってたけどさ、でコンサルで沖縄行くんだよね、チャタンに行くんだけどね、うん、1週間行くんだけど、そういったね、まいてた種がちょっと来てくれませんかとか、来たーみたいな。で今メールでやり取りして、まあどんな感じかなみたいな、うん、ちょっとワクワクするんだよね。だから4月は沖縄だけど、じゃあ5月はどこだみたいな感じでなるかもしれないし、そうやってここでね、この場を使ってそうやって言うことによって呼ばれたりもするんだみたいな、いいねいいねみたいな、なんかいいね、ルーティーンがね、ぐるぐる回り出したって、うん、で4月からはそうだね、とんかつパンパンの方も夜は2平地セカンドっていうね、居酒屋をねやっていこうかなって思ってるし、もう本当やることもたくさんあるね、うん、で今ね、昨日ちょっとサッカーで会ったやつが聞いたんだけど、上野とか、うん、御徒町とか今夜中までもう朝までとかやっちゃって、ガンガンやっちゃって、もう逆に入れないみたいな、10時とか9時とかそんな知らないみたいな、仕方でしょみたいな、今稼がないでどうするみたいな感じで今バブル起きてるんだよね、上の御徒町は、うん、いやもう知らねえよみたいな、緊急事態知らねえみたいな、やっちゃうよ俺みたいな、だって飲みてって言ったやつこれだけいるんだよっつって、だって飲めないんだから、上の御徒町では。本当そのやってない店もあるよ当然、だけどやってる店が今もう多すぎて、まあその店とかそれでも入れないのがね、みんな長蛇の列だよ、大統領の横とかさ、駅の下とか、うん、人が歩けねえから、もうこんなのちでもう満帆すぎて、うん、そんな状況らしいからね。だけどね、そこを今がチャンスっつって居酒屋やって、まあ夜中までやる人もいるだろうけど、まあそれはそれだし、いやーっつって、もしもね居酒屋やってたら、やっぱりコロナの人とか来たら嫌だなとか、やっぱね俺コロナとか言わないやつとかもいるからね、うん、そういうやつもいるから、一概にはねみんなやれやれとか言えないけどね、まあそれやっぱ自分で判断して店やる方がいいと思うんだけど、まあ4月からはねちょっととんかつパンパンのね夜バージョン、うん、2平地セカンドをまあかましていこうかなって思ってます。でここね 4,5 日ねやっぱ酒抜いたんね、やっぱり なんとなく抜いてんだけど、すげえですよ、すこぶるですよ、調子いいっす。なんかむくみみたいのがないというか、まあ次の日のやっぱり寝起きとか朝一が全然違う、うん、そのピンっていうのオンっていうこのスイッチオンっていうこの入りまでの時間が全然違うかなみたいな、昨日飲んだなみたいな、まあこの時間とかも超無駄だしね、うん、ちょっとね酒ね抜いてみるといいよ、ほんといいよ。でとりあえずですね、まあ3月いっぱいちょっと抜いて完璧な体作って、そっで4月の1木曜日あたりからもうぶちかましていこうと思ってるんで、もうお前のぶちかましてこう何回聞いたか分かんねえで申し訳ない、まあそろそろですよ、
エンジン全開いきなり行きますからね。まあだけどその前に俺たちは種をまいてるっつうの。そろそろ行くぜっつって。だから4月の1日とかバカンバカンもう収穫ですよ。行きますよ、取り行きますよ。うん、そんな感じで、かましていくんで、これからもですね、残り3本でもう1年なんで、で、水曜日はね、3月31日水曜日はここのドラム缶ヤッホーで、1年間とりあえずお疲れ様パーティーみたいなのをやっちゃおうかなと思ってるんで、来れる方はね、ディスタンス保ちながらね、そんなの無理か。遊びに来てください。ゴードイッパーツ。ピースバラマーク。